ディスカバリージャパン。まだ見ぬ新しい世界へようこそ。今回のテーマは、かつて栄えたシリーズ。今回は岡山県鏡野町の大という集落を旅します。鏡野町は南北に細長い町で、北は鳥取県と南は中国道に接しています。大集落は明治22年に富仲間、富東谷、富西谷、大、楠木村の5ヶ村が合併し飛村となりました。現在は合併により鏡の町となりました。旧飛村には伏施神社と神田神社があり、春季周期の祭礼など地域住民の拠り所でした。古くは製鉄と木工品が特産で、その後は木炭の生産地としても栄えました。集落を歩けば緩やかに傾斜した土地に多くの古民家が並ぶのどかな景色を見せてくれました。美しい景色とは裏腹に、朽ちた家屋や寂れた景色などノスタルジックな光景が広がっていました。かつて栄えた村があった。村は貧しかったけど、それでもみんな明日を夢見て懸命に生きていた。何より隣近所の助け合いがあった。あの頃は子供たちも大勢いて、そこら銃を走り回り、年中静かにしろと怒鳴っていたのだが、しかしそれが櫛の刃が欠けるように、一人また一人と姿を消し、高齢者だけが村に残された。しかし村にお店はなく、病院も介護もできない。不自由な生活の中で、それでも懸命に生きていく。かつては賑やかだったあの頃を覚えている人も、いずれは誰もいなくなるのだろう。まさかこんな日がやってくるとは、誰も想像だにできなかった。いつの間にか学校も消えてなくなった。かつては多くの子供たちがこの学校に通い、かけがえのない学校生活を送ったことだろう。ここを歩けば、あの頃の自分に戻ったような錯覚に襲われる。今はただ、苔むして、草木に半ばうずもれてしまっている。できることなら、あの日あの時に戻って、もう一度やり直したい。廃校は、そんな感傷に浸ることができるのが不思議だ。
校舎だけが取り残され、草木にうずもれていく。子供たちがいなくなっても、始業時間のチャイムが鳴り響く。それでも、いつか子供たちが帰ってきてくれることを信じているようだ。チャイムを鳴らしても、一人も席についてくれない。今日もまた、誰にも帰り見られることのない、無駄なチャイムが、校舎になり響く。どこからか、ピアノの音色が聞こえてくる。まだ生徒がいるのだろうか。体育館では一人ピアノだけが子供たちを待ちわびていた。家だけがポツンと残され、帰るあてのない家族をひたすら待ちわびている。いずれは朽ち果て、自然に帰っていく。誰か住んでいるのか。音のない世界が広がる。故郷を離れて今思う、子供時代を暮らしたあの村に。子供の頃、河原で遊んでいると時々、小さな隕石のような変わった石が転がっていました。カナクソと呼ばれる、たたら製鉄によってできた、鉄分の含まれた石でした。今はもう、河原に降りられなくなり、川の流れも変わってしまいましたが、子供の頃のかけがえのない思い出です。あれから約60年の時を経て、政治に1000人余りいた旧富村も500人余りの老人村となり、千年並行した中学校に続き、令和5年3月にはついに小学校も並行となりました。綿子、ビー玉、三角ベースボール、ゴム飛び、鬼ごっこ、
冬は雪合戦や向かいの野原でスキーをして遊びました。当時は麓の集落の酒屋にしか電話がなく、雪の中を何時間もかけて学校にたどり着くと臨時休校だったことが何度もありました。本校の校庭で積雪30センチが休校の目安でしたが、標高540メートルの阿賀屋あたりでは1メートル積もっていても不思議はないほど積雪量が違いすぎました。でもそんな時は先生が餅を焼いてくれたり、割と楽しく過ごしました。何せ学校が休みなのだからこんなにいいことはないと思うしかなかったです。故郷を離れて今思う子供時代を暮らしたあの村に、あの日のことは今でも脳裏に刻まれている。夜中ピピが騒いでいた。ピピというのは飼っていた鶏です。またドラ猫がやってきてピピにいたずらをしている。もう今から言っても間に合わない。静かになった。それから寝込んでしまった。朝起きると真っ先に鶏小屋へ駆け込んだ。ピピは血を流して死んでいた。あの時のピピの赤い血の色が今でも忘れられない。学校から帰るといつものように鶏小屋へ向かった。小屋にピピはいなかった。しかし夕飯のおかずは鶏肉だった。父は弔いだからちゃんと食べろと言ったが喉を通らなかった。鶏小屋は父と一緒にみかん箱を利用して作った。父が猫のやつにやられたんだと話していた。猫の手が入るとは思わなかったとしきりに詫びていた。違う、私が見殺しにしたんだ。
この村に残る廃墟群を見ると、かつて栄えていた歴史が垣間見えます。今後もかつてシリーズを続けていきます。最後までご覧いただき、ありがとうございます。